楽天ミュージックをお聴きの皆さん、どうもこんにちは、矢井田ひとみです。この度10月19日に菅野美穂さん主演の木曜ドラマ「ゆりや先生の赤い糸」主題歌「愛呪い」の配信がスタートしました。この曲は、まあ、人生そんな思い通りになんていかないですけれども、そんな愛と呪いが混在した日々をたくましく生き抜いていきたい、そんな願いを込めて書いた曲です。サウンドプロデュースはヤフルさんが担当してくださり、新しい扉をたくさん開けて、もらいました。リリースに合わせて楽天ミュージックでは豪華プレゼントが当たるキャンペーンも開催しています。ぜひ参加してみてください。以上、矢井田ひとみでした。楽天ミュージックでたくさん聴いてキャンペーンに参加してね。バイバイ。